こちらこそ申し訳ない。すみません、遅くなってしまいました。お待たせして申し訳ありません。アリッチさん、どうかしました？ぼーっとされて。もしや、裏若き乙女の制服姿にドキドキですか？意外なご趣味。なるほど、そちらでしたか。なかなかいいご趣味をお持ちのようで。それはもう、ふっふっふ。本人の目の前で、そんな変な話をしないでほしいんですが。何？その何か言いたそうな目は。いいえ、何でもありません。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。いえ、そこの坂を登ればすぐです。今までに問題は起きていません。夜になる前に戻れば大丈夫だと思います。ですから、できれば放課後はすぐに帰るようにしてください。もし何か用事で残る必要ができた時などは教えてくださいね。元は武道館で剣術道場が使っていたのだが、徐々に門下生もいなくなってな。建物自体は立派なものじゃから、内部を改装して今の学院となったわけだ。よう、おはよう。おはよう、お兄ちゃん。怪我はもう大丈夫なの？見た目はもうすっかり元気そうだな。おお、ならよかった。ちゃんと気をつけないとダメだよ。山で転がり落ちるなんて。ドジだよな。お兄ちゃんもレンニーと一緒に調子に乗ってバカやっちゃう子だったもんね。本当に気をつけないとダメだよ、お兄ちゃん。いい加減大人にならないと。遅れてごめんなさい。おはようございます、巫女姫様。日立先輩、おはようございます。おはようございます。おはよう、二人とも。源十郎さんには普段からお世話になっていますから。学年のクラスは一つだけで、全学年合わせても100人もいません。しかもそのクラスメートの顔ぶれはずーっと同じ。子供の頃からの友達も多い。田舎だからな、みんなが顔見知りみたいなのが普通だよ。それよりも新婚の甘い同棲生活はどうよ。それな、だってお前が巫女姫様の家でお世話になるなんてどう考えても変じゃん。じいちゃんのところが難しければ、普通は俺らの家に来るだろう。まさか
巫女姫様が婚約なんて話になったらもっと話題になってるって。俺と小春、あとロカ姉も知ってるんじゃないかな。ご神通おった時にその場にいたから。口外するなって言うんだろ、じいちゃんからも言われてる。そうは言っても時間の問題のような気もするけどな。田舎の噂なんてあっという間に広まるから。まあな。でどうなのよ、新婚生活の方は。生傷って背中に爪痕、それとも肩に歯型とか。ひゅー、やるー。何、反応鈍いな。あ、そう？でもマジで気になる。嫌われてるわけじゃないならよかったじゃないか。なんだ？どうだろうな。まあ年が年だから老いはあるだろうけど、毎日元気に歩き回ってるしな。体調を崩しやすくなったとも聞かない。年の割には元気、つまり特に衰えた様子はない。なんだ、どうしていきなりじいちゃんの体調なんか気にするんだ。ああ、レニー、お兄ちゃん、いつまで内緒話してるの？ここまで来て遅刻するつもり？そうですね、有地さんはまず職員室に行かないといけませんし、早く移動した方がいいと思います。職員室まで案内します。あなたが有地正臣くんですね。よかった、遅いから迷ってるんじゃないかって心配になったけど、みんなと話してただけだったんですね。はじめまして、あなたの担任になる中条ひなみです。はい、よろしくお願いします。大丈夫ですよ、むしろ迷ったり事故に遭ったわけじゃなくて安心しました。簡単な手続きと確認もありますから、今から職員室に一緒に来てください。ありがとう。それじゃあ席はあの一番後ろに、鞍馬くんの後ろですね。何か困ったことなどあればちゃんと面倒を見てあげてください、鞍馬くん。わかりました。さて、それじゃあ始業式です。皆さん移動しましょうか。あ、そうだ、有地くん、帰る前にちょっと用事がありますから少し残ってくれますか？時間はそんなにかからないはずですので。